重装ウサギ出撃モジュール更新。ケビンはこの先にいます、どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。これは君たちが手にした機械だ。しかしそれを背負う能力も。Huh!
決戦の時は来た。ちょうどいいわね。ライト、ここに現れなさい。サポートしてくれるというなら反対しませんが。ミッション中操作、永久配置、武装再構築。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。次はブローニャの得意分野のようです。判定員開始。文明が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。コンプレイトリープリペアード。安全装置解除します。いや、新たな起源が訪れる。全ての起源であり、全ての破滅でもある。特殊次元検体。コンプレートリープ。あらゆる命はカゴの中の。
球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。コンプレートリープリペアード。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。座標を確認しました。起動状態確認。コンプレートリープリペアード。指示を受信しました。反応検査一掃します。予備エネルギー起動。安全装置解除します。私の番。文明を築いた人類は惑星を統治した気になっていた。しかしそれは子供時代に過ぎない。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負うすべて。崩壊獣。うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵にいたり救世が剣を抜く。これが人類のキマイラ、聖魂の終点。終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負う。来い。今回僕は自分の命を重厚に押し込める。君たちが全てを超えられるように。剣は機能なり。火力維持。武装再構築。手動装置開始。火力連携構築。安全装置解除します。
者は参ったりしないよ。重装備永久。
効きません。戻しました。私たちの攻撃が効いていない。違う、今の彼の防御は私たちの予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。いっそになったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。ブローニャちゃん、ここは任せて。はい。ここはシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。ありがとう、アイ。委員長？ええ、みんながあなたたちの力になる。セイフレイヤーだけじゃないわよ。天命もレゲントロピーも。かつてのお前の敵も。もちろん世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちも。全エリア崩壊。それだけじゃないよ。永久地球戦術。これは反応検査。これは地球、ひいては無数の平行世界の中で、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー。そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法。例えば私のコアシークレットキーがあれば、匹敵することなんてできないほどの強い力になるから。みんな頑張って、これが最後の戦いだよ。全エリア崩壊。君の勝ちだ。つまりこれで終わりなの？ああ、これで終わりだ。成婚計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？
それもまた面白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの。今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか。いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。来い。そろそろ最後の切り札を出す番だ。望むところだよ。ここまでかな。ああ、ここまでだ。マユに見届けられながら、君は完全な終焉の権能を手に入れる。それでいい。じゃあ、あんたは？僕はそろそろ行かないと。彼らのいる場所へ。残念だと思う必要はない。これは僕の願いだ。今なら胸を張って彼らに言える。みんな待たせたなと。頭の上に何かふわふわしたものが。あ、カンちゃん、お父さんの髪を噛んでる。あれ？そういえば朝起きたら髪が濡れてたとかで、何か余計な発明をしたんじゃないかってメビウスに聞かれたんだけど。どうやらこれが真相のようじゃな。わあ、私も猫ちゃんと遊びたい。気をつけてよ。その猫ちゃんはすごく凶暴なんだから。情熱的なディストピアに驚いただけでしょ。猫は素っ気なく接すれば接するほどこちらに興味を持ってくれるという説がある。なるほど。缶詰がケビンから離れようとしないのはそれが理由なんだね。外れ。缶詰がケビンのことを気に入ってるのは、ケビンがこっそり餌をあげてるからよ。ふむ。私も夜中、こっそりキッチンに入っていくケビンを何度か見たことがある。ああ？道理で缶詰が重くなったわけですね。ダメだよ、ケビンの旦那。このままだと、カンちゃんが豚になっちゃう。旦那、聞こえないふりしないで。もう、母ちゃんに餌をあげちゃダメだからね。みんなあなたのことを話しているみたいよ、ケビン。僕は何も知らない。みんなのところに行かなくていいの？こちらの方が静かだ。それに。それに？僕はもう少しメイと一緒にいたい。私もよ。メイ、
空を見上げた時、君は何を考える？いい天気とか、空気が澄んでいて晴れ渡っているから、夜になれば満天の星が見えるでしょうね。かつての君は、空にある星は全て敵だと言っていた気がするが。ええ、輝く星の光は美しく残酷で、気を抜いたら私たちを飲み込んでしまうんじゃないかって、そう思っていたわ。ああ、かつての僕もそう信じていた。じゃあ今は？今は考えが変わったの？いや、君は正しい。だが今の僕は信じたいんだ。あの光たちは脅威だけでなく、未来を切り開く希望ももたらしてくれるのだと。忘れるところだったわ。あなたってロマンチストだったのよね。勇敢で何があっても揺るがないのに、その純真な一面を捨てられない。すまない。謝る必要はないわ。私はそういうあなたが好きなんだもの。そういうあなただから、私たちは全てをあなたに託したの。今までお疲れ様。いいんだ、それが僕のすべきことだったから。だがありがとう。私たちが無理やり押し付けた重荷なのに、あなたって本当に真面目よね。お礼を言いたいなら直接みんなに伝えればいいと思うけど。ケビン、お肉が焼けたわよ。早く来ないと全部パルドに食べられちゃうよ。なんで私なの？一番食べてるのはさくらの姉ちゃんなのに。みんなもあなたを呼んでるみたい。そろそろ行きましょう。ああ、行こう。心配しないで、今回は私もみんなも一緒よ。もうあなたを一人ぼっちにはさせないわ。本当にいい天気だ。この世界は君に任せた、キアナ。うんうん、私だけじゃない、みんなもだよ。そういえば前回はマユと話してここを出たんだよね。ねえ、聞いてる？おかしいなぁ。今回は何もないの？当たり前でしょ。
嫌なら今からでもボコボコにしてあげるけど。はいはい、ここから出る方法を教えて。成婚計画の再構築があったばかりで、まだ地球の傷が治ってないから。